皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうもしもむでございます。今回はですね、8月14日に、単独ライブをやることが決定しまして、そのライブをなぜ、やろうと思ったかをちょっとねお話ししたいと思います。まあ、無事に、もう発表しまして、発表したからにはやらないといけない状況になったんでやりますけどまあなぜねやろうかなと思ったかと言いますと、まあ別にふと思っただけなんですよ。なんかね、実はですね、6年前にね、また地元で、知り合いだけ集めて単独ライブをやったことがあるんで、6年ぶりになるんですよ、こう地元の小倉でやるのがですね。で、6年ぶりって言ってあって、普通はね、こういう単独ライブって節目にやったりするじゃないですか、ね、私の場合は芸歴10年目記念とか、まあ、30歳記念とかね、まあ、今回は別にそういう節目でも何でもないんですよ。芸歴も12年目だし、31歳の年だし何の節目でもないけども、なんかねふとね、やろうと思ったんで、もうやろうと思ったら行動に移そうって思ってるんで、とりあえずはね、だからもう今行動に移して、やるモードになってるっていう感じなんですけど、まああともう一つはですね、何でしょう、自分自身との戦いでもちょっとあるんですよね。やっぱりね、常にやっぱ自分自身とは戦ってなきゃダメだと思ってますので、今回のそのライブっていうのも自分自身に勝てるか勝てないかの勝負なんですよ、私にとってね。まあ、正直、芸人さんとかで単独ライブやりますけど、まあ、この準備期間っていうのはね、やっぱいろんな面できついんですよ。まあ、楽しみでもありますけども、やっぱね、いろいろとね、準備する期間がしんどいと言いますか、受けるだろうかって、そういうね不安が精神的にもねちょっとねいろいろ考えさせられるから、そこで自分自身に勝てるかどうかなんですよね。まあ、自分のライブなんでね、まあ、手抜こうと思えば抜けるんですよ。でもそこで抜くことによって、自分自身に負けるのか、でももう今ある力を全部出し切って、そこでライブも成功して自分自身に勝てるのか、っていうのが勝負なんですよ。今回だからその勝負をねちょっとしたいなと思って、やろうかなと思っております。まあ、ましてや自分のね8月14日の誕生日に今回やりますんで、その誕生日が最高の一日になるのか、それともね最悪の一日になるのかはもう俺次第なんでね、自分の頑張り次第なんで、なんかそこでね戦っていきたいと思うんです。やっぱもう常にね、自分とは戦ってたい、自分には厳しくして、他人に優しく、まあそれをどっかに頭に常に置いてますんで、自分のことは追い込むけどね人は追い込まないっていう、スタンスでやっておりますんで、今回はまあ自分自身に勝ちたいと思います。まあ、チャンネル登録1000人今年いかなければ芸人辞めますっていうのは勝負なんです、一つの勝負なんです、俺にとっては、自分自身との勝負なんです。まあ、そういう面では今年は、一番最初に、攻めますよというね、発表したんで、今年の日には攻めますということで、チャンネル登録1000人いかなければ芸人辞めますと、そういうのも言ったんで、単独ライブも開催して攻めていこうかなと思います。だから今もずっとね、日々も単独ライブの何シミュレーションとかそういう感じしかないですね。こうやってやろうかな、こういこうかな、こういう組み合わせでいこうかなって、もうねもう多分本番までずっとどっかで考えなきゃいけないから、まあね、でもこの考えてる時間もね、嫌いじゃないんで、できるだけやっぱね、来てくれた人にはね楽しんでもらって帰るのが、理想なんで、まああともう一つの理由としては、楽しい場所を開きたいっていうのがやっぱあるんですよ。来てくれた人に、その一日だけでもいいんで、楽しかったなーって、うわー最高の一日だったなーと思ってもらう気持ちになって帰ってもらうっていうのを目標に今回はやりますんで、そこで、まあ、私自身も楽しみながらやりますんで、見てる人も楽しみながら一緒に楽しんで、ライブ自体が完成するっていうのが理想形ですんで、本当に皆様遊びに来てくださいって、
見に来てくださいと遊びに来てください。本当気軽な気持ち、友達に行く感覚でシモムーの単独ライブに来ていただければと思います。まあ、今回もね、いろんな方々に声かけさせてもらってます。もう知り合いとかはね、もしかしたら今年っていうか芸人生活最後のライブになるかもしれません。まあね、そのつもりはないですよ。今年中にチャンネル登録1000人いかなければ芸人辞めますっていうのを保養してますね。いかなければもちろんもう辞めざるを得ないんで、クビですんで、クビ宣告だと思ってますんで、いかない場合はもう固定が最後の単独ライブになるかもしれませんので、どしどし来てください。いや、それおかしいな。この告知おかしいな。最後ですので、いや、それは最後じゃないもんね。最後のつもりじゃない。最後じゃないです。まあまあ、ゼロパーではないですよ。まあ、最後のつもりはやりませんけど。でも本当に楽しんでもらいます。一緒に楽しみましょう。本当にお待ちしてますんで、全然気軽に、来ていただければ嬉しいと思って、おります。まあ、一つで、ね、理由で一つちょっと言い訳させてください。今回8月14日私の誕生日にしたんですけども、これはね本当にね、いやらしさは一つもないです。誕生日以外にするつもりだった。とりあえずお盆にしようと思って、で8月13日にする予定だったんです。もう誕生日だけできるだけ避けたかったんです。なんかもう押し付けがおかしいじゃないですか。8月上旬に例えば来てもらって、なんだろう、向こうもなんか誕生日おめでとうって言わなきゃいけない空気じゃないですか。俺も誕生日ですって言ってるから、それはね嫌だから、8月14日以外でしょうと思って、13日にする予定だったんですけど、もうスケジュールの都合上ちょっと合わずに、じゃあ11、12にしようってなった時に、まあもう一人私のね中学校の元相方の山田くんが出てくれるんですけど、山田くんとのスケジュールの都合もあって11、12もダメだということになって、じゃあもう最終手段、もう14日、じゃあ14日どうだったら14日お互いのスケジュールいいからって言って、もう仕方なく誕生日なんです。もうそれは本当お許しください。だから別に、そういうつもりで8月14日に開いたわけじゃないです。俺はその同級生誘った時に言われました。何お前いやらしいなって、わざわざ8月14日に開くあたりちょっとせこいなみたいな、せこいっていやらしいな、お前祝ってもらおうとしてんな、いやそれはもうね、ごめん1ミリも思ってないから大丈夫です。本当に大丈夫です、ね、ただ8月14日ね、平日お盆ですけど、平日っていうのがあったんでね、8月13日日曜日にしたかったんですけど、もう今回は8月14日にさせていただきます。一応誕生日ですけども、うん、ただそれだけですね。理由はね、だから皆さん、どんどん、気軽に、来てください。まあ、今回はこんな動画になっております。また次回の動画でお会いしましょう。本日も明日。